どうも、今日は車が修理終わって受け取れるという話になったので、取りに行こうとしているところでございます。ちなみに昨日通夜で、今日ちょっと朝から葬儀なので、車受け取ったらそのまま葬祭場に向かわなきゃいけないので、今日は礼服を持っておりますが、下の T シャツがちょっと透けちゃってるけど、まあ上着着るから大丈夫でしょうまあいいでしょう。まあちょっとね、親戚が亡くなったので、葬式なんですが、いやー、その葬祭場はちょっとかなり久しぶりに行くとこですけど、今回まあいとこのばあちゃんが亡くなったんですけど、いとこのそのじいちゃんが亡くなった時、もう何年も前の話ですけれども、その葬祭場で、初めて、なんていうのかな、遺影っていうんですかね、まあ、写真がありますね。それがデジタル、ね、モニターに表示させるっていうのに切り替わった時期だったかな。あれは衝撃を受けた思い出がありますね。こういろんな写真をね、まあそのフロアの外とかに、ちっちゃいモニターでね、スライドショーみたいなの出したりするのとかは、前から見たこととかはあったんですけど、ね、葬儀のこのドーンとこう花とかがね、もう飾ってあるこのど真ん中のところにそのモニターがあってね、そこに、写真で、表示させる、ね、デジタルデータで表示させるっていうのは、その時初めて見ましたね。あの時は驚きましたけど、まあ、今ではね、割と主流になりましたけれども、まあそんな感じで、車も綺麗になったようですし、ちょっと、もうちょっとしたら車屋が開くので、受け取ったら車のね、様子しっかりちょっと確認してね、どんな感じになったか見ていきたいと思います。はい、葬儀終わりまして、今から私は帰ります。はい、火葬場の方はね、お部屋とかに任せて、私はちょっと帰らせていただきます。さすがにちょっと長かったんでね、頭も痛くなってきたんで、車は無事引き取りまして、綺麗になりました。結局ですね、フェンター、バンパー、ボンネットで、ライトのあたり、ライトのカバーですね、が綺麗になって、あと、バンパーの下のあたりに、LED のライト、下のね、低い位置についてる LED のライトのところがダメージ受けてたというところだったんで、その辺も変えてますと。でその LED のライトが意外と高いと、いうことで、それがね、ちょっと値段が上がってましたけど、結局部品代とか、まあ、が20万ぐらいかな、フェンダー、バンパー、ボンネットのところ、ライトのカバー、下の LED のライトのところ、あとホイールですね。まず車検もあったんで、右前がやられてたんで、ね、擦ってたんで、車検の関係で後ろのホイールと入れ替えて、前が都合が悪いと車検通らなかったりということがあるんで、後ろにそのちょっと擦ったやつを入れ替えて、で、今回その後ろに持ってきてた擦ったホイールの方を交換してもらうと、こういう形になりました。ということで、まあ箇所で言ったら6箇所くらいということになるのかな。で、約20万で、技術料ですね、工賃が約8万ぐらいかな。で、それに消費税とかが入ってきて、トータルの30万とちょろっとということです。まあそれが今度ね、相手側から鈴木に振り込まれる形になると。いやー、ライトがね、ライトのカバーが
ライトのカバーがね、綺麗になったので、片方だけピッカピカのやつになって、交換してない側はね、ちょっと曇った形になってるんでね、長いこと使ってきてたライトのカバーの方もね、自分でもうしっかり、磨き上げようと思ってます。ちょっと前に紹介した、ダイソーのね、クリーナー、あれがまあ割と使えそうだというところが分かりましたしね、あとまあ別で磨き剤も一応もともと持ってるものもあるので、それも使って、ピッカピカに磨き上げようかなというところです。綺麗にね掃除もしていただいたので、すごく気持ちがいいですしね、乗り心地もいいです。まあエブリィもね、あれはあれで非常に、面白かったですけれども、良かったですけれども、返しました。まあこの車もね、まだまだ走行距離で言ったら全然走ってないんでね、まだまだ何年も乗っていくことにはなると思いますが、いずれはね、ああいう、まあ私もアウトドアやってますので、荷物がね、たくさん乗せやすい車っていうのもいいなと思います。まあエブリィ、あのタイプのグレードが特別ね、上のものじゃなければ、まあ、100万しませんのでね、全く100万にはいきませんので、いろいろカスタムとかしてね、グレード上げたりして、100万超えてくるとか、あとね、後部座席のところをカスタマイズして、まあ、アウトドア仕様みたいなのとかね、したり、ソロキャン用にこうタープがね、こう車の横にくっつけられるような感じとか、いろいろそういう風なカスタムとかいろいろやっていくと、まあ、200万とかね、300万とか、まあ、場合によってはそれぐらいかける人も中にはいるという風な話もありますけれども、まあ、ああいうのもいいなという感じでございました。いや久しぶりの葬式でしたけれども、まあ、仏教とかね、宗派っていうのがありますね、何々宗何々派とかいうのがあったりしますけれども、うちでお願いしてるところとは、まあ、違うところなのでね、で宗派っていうのが違うので、お経もこう違うわけですよね。そうするとやっぱ聞き慣れないお経なんで、なんかちょっと違和感がかね、こんなのもあるのかみたいな、お経ね、こう独特のねリズムがありますけど、これも宗派によって、ね、このメロディーがちょっと違ったりとかして、今回のところなんか急にねこう転調してね、お変わったみたいな、そんな感じもありましたけど。さ、今日はクリスマス仕様ですね。久しぶりのパンのマーク。お隣っていうね、サービスがあって、でアプリ登録して、クーポンとかねゲットできたりするんですけど、お店によってはいろいろなんかサービスで商品がもらえたりするんですが、前回は、コーヒー、缶コーヒー1個と、あとなんか、ボロネーゼソースみたいな、なんかパックのね、ソース、ね、料理に使えるソースみたいなのがあったんですけど、今回はカップヌードルミニ1つ、ね、こんなの何ぼあってもいいですからね、いただきました。お隣使ってみてください。小郡にありますモローコーヒーさんのブレンドコーヒーいただきます。最高。そして今日買ったのは、前日の残ったパン、ね、4割引きになる、お安くなる、パンっていうのが私の最近の定番になっておりますが、はい、オリーブとアンチョビのパン、あ、香りが、うん、あ、なるほど、
これは、人によっては苦手な人もいるかもしれない。香りがね、アンチョビとオリーブ、特にアンチョビがね、あんま得意じゃないという人もいるかもしれない。なんかワインなんかにも合うのかもしれませんね。ブドウジュースでいいかな。ちょっと渋めなブドウジュースと一緒に食べるといいかもしれない。ノンアルだったらね。で、ペイペイがペイペイのポイントが今回、20% とかかな、 20% プラス、自分の持っているステージごとの、ポイント還元率なんで、まあ私はそんな利用頻度が高くないので、自分の持っているポイント還元率は、何倍だっけ、 0.5 とかでしたっけ。ステップがね進んでないので、そんぐらいしか、このプラスアルファのね還元率はないですが、なので 20.5 とか 21% とか多分なんかそんぐらいだったと思います、そして次が薄皮あんもちパン、まあ、あんパンなんですけれども、ちょっとあのもちっとした、なんていうのかな、あれはお餅でいいのかな、が中に入ってるんですよね。ここに白いお餅ね入ってます。そして明太フランスでございます。さあ病院に向かいます。では次意味でございますが、ナイアンティックとニンテンドー、ナイアンティックっていうのは、ポケモン GO を作った、ね、会社でありますが、ピクミン、ね、いろんなカラフルなキャラクター、頭にこう葉っぱが生えて、花が咲いてみたいなキャラクターがいますけれども、あのピクミンの、まあ、ポケモン GO に似た、まあ、歩いてね、歩くことによって、まあ、ゲームが進んでいくっていうゲームですけれども、が発売されました。ピクミンブルームっていうゲームです。ナイアンティックといったら川島さんね、川島さんは以前は確かなんかアジア担当とかいろいろなんかされてたんじゃなかったかも。今肩書き変わっちゃったかもしれませんが。まあ、サンフランシスコの方にね、いらっしゃって、以前ドリキンさんがインタビューしたこととかもねあって、社内入らせてねもらってインタビューしたりとかっていうのもありましたけれども、そのまあナイアンティックとニンテンドーの、ナイアンティックのゲームがニンテンドーから出たと。で、まあ、スマホゲームです。はい、起動して、歩いていくと、まあ、歩数がカウントされていって、それによって、まあ、苗をね植えておいて、歩数が上がっていくと引っこ抜けるようになって、ピョコって引っこ抜くとピクミン誕生みたいな。で、任天堂とリンクしてますので、データをリンクさせるとミーっていう自分の、まあ、作ったキャラクターっていうのがありますけれども、それを自分のキャラクターとして、ピクミンブルームの中で使うことができます。ここいつもパトカー止まってますよね。だいたいここ一時停止に張ってますね、ここだいたい3割4割通る車は捕まりますね。だいたいねこの辺にパトカー止まってますね。ちょっと駅の方行ってみようかな。ピクミンブルームの花が咲いてるので駅の方まで歩いて行ってみましょうか。ちょっとね、まずこのロード画面が可愛いよね。この絵が何とも言えない。今お花の咲き具合が
か向こうに花が咲いてますね。あれがね、駅と大学ですね。やっぱりあの辺は咲くのが早い。周りはまだ特に咲いてないですけれども、黄色い方が駅ですね。青い方が大学です、はい、私も通ってた大学ですね、あっちが。さあそれでは、せっかくなんで、歩きましょうか。よいしょ。それではせっかくなんで花を咲かせながら歩きましょう。はい、スタートです。感じですね。あの辺とかかなり綺麗に、こっちまだそんなに色変わってないですけどね。この辺いい感じじゃないですか。さあライトのカバーが新しくなったのでこっちは綺麗なんですが、こっちがねやっぱ曇ってるんですよね。こっちはずっと。なのでちょっと今日は磨いていこうかなと。今の状態をちょっとこう、ね、覚えておいてもらいましょうか。さあだいぶマシになったんじゃないでしょうか、あとはね内側が曇ったりするのはね外側から磨いてもどうしようもないので、まあこれでもだいぶ良くなったよ。だいぶ綺麗になった。まだもうちょっと磨き足らないところがあるかなって感じもしますけど、だいぶマシですね。この辺ちょっとまだね、もうちょっといけるかなっていう感じもする。これもちょっと内側がちょっと来てる部分もあるので、いやだいぶ良くなった。よし OK っす。